東京都立立川高等学校は東京都立川市西木町2丁目にある都立高等学校通称立校1901年府立に中として創立中等教育を受けたいという声が多摩地域から上がり設立された開校当初から出実合憲、自主自立という交付を守り継いでいる戦前から戦後にかけて多摩地域に 都立、私立学校が設立されるまでは、たまに、不立に中ありと言われ、市町村長養成学校と言われるほど、多摩地区の村長を輩出した。戦後男女共学となるもかつては、女子が、全体の3分の1程度しかいなかったため、男子クラスが、各学年に、数クラス設けられていたこともあった。そのため、かつては番からと評されることが多い。 1960年代には大学や社会人を中心とした学生運動が高校まで影響を及ぼすようになった。立川高校でも討論集会などが開かれるようになり、1969年10月22日には2年生の一部が教室を占拠、封鎖する出来事も起きた。1970年1月25日、公道で火災が発生して全焼。 同年2月2日、付近に住む中学生が放火と窃盗の疑いで逮捕された。1960年代には東大に20から30人程度の合格者を出していた。その後、学校群制度で国立高校と組み、共に20から30人程度の東大合格者を排出。1982年のグループ合同選抜制度により、多摩地区の学区が、 再分化した。2003年に、学区撤廃と同時に進学指導重転校に指定され、独自入試や特別専攻を実施進む学校としての特色を打ち出している。伝統ある学校であることを生かし、2015年度に、立高時代塾を開校した。同窓会、司法会の協力により、OBOG を講師として招き、講演を拝聴した上で、 グループに分かれて、演習、発表、討論を行い、思考力、判断力、表現力を養成するというものである。これにより、目の前の大学受験だけを考えるのではなく、時代を担う志を持つことを促し、真のエリートを育成することが目標としている。2018年度から5年間の予定で、スーパーサイエンスハイスクールに指定された。 2003年に進学指導重点校に指定されてから、立校アドバンス計画と称した改革を行い、都立校で、初めての65分授業の導入や、事故作成問題の実施など、進学指導体制を刷新した。ただし、2012年度より新家庭に対応するため、授業は50分、毎週ではないが土曜授業を、実施、2学期制から3学期制に変更され、 週35時間の授業時間となった。1.2年生は全員共通履修で、理科は物理、科学、生物、地学の4分野を、地歴、公民も世界史、日本史、地理、倫理、整形の5科目を全員学習できるようになっており、文系選択でも数学を3年間切れ目なく履修する南韓国立大学入試に対応した体制に、 なっている。また、広大連携により、東京工業大学、東京農工大学、東京学芸大学、中央大学、東京経済大学の授業を受けることができる。2021年7月に、2022年4月から、立川高校に創造理数科を設置することが発表された。これにより、普通科と創造理数科の2つの学科を、平地する学校となる。 トレーニングマシンが設置された体育館、テニスコート、多目的コート、グラウンド、ハンドボール一面、トレーニングルーム、柔道場と剣道場が揃った閣議棟がある。特別教室はコンピュータ室、視聴覚室、天体観測室及び天文台、生物、科学、物理、地学の各実験室、社会科室がある。また実習室、カウンセリングルームがある。 また、気象観測設備が屋上に設置されている。一足製を導入しており、上履き不要。制服、指定の体操服などはない。現在では住宅地であるが、1938年頃の不立に、中の周りの様子が三浦守門の武蔵の物語に描かれている。それによると、JR 立川駅周辺は近年の再開発。 商業施設の出現により賑わいが増しているが、学校周辺は比較的完成である。質実合健、自主自立を公風として掲げている。高速はほぼなく、あるのは下駄を履いてきてはいけないの一つのみである。従って、私服登校が基本であり、先発メイクアクセサリーなども制限がない。ちなみに、 指定の体育技もないため、おのの自前のスポーツウェアで体育の授業を受ける。その自由さから、都立高校会のアメリカと言われることもある。また、上履きがなく土足で、校舎内を歩くため、体育の跡などは砂だらけになることもしばしばである。その他、開校から10年ごとに記念式典が再行される。現在36の部活動があり、 部活動家入率は98%を超え文化系、運動系を問わず活発に活動している。また数学研究同好会や歴史研究同好会など様々な同好会もある。兼部が可能である。定時制がある関係で17時以降の校内での活動はできないが朝の時間や昼休みなどを有効に使い工夫して活動している。過去には演劇部が 東京都高校演劇研究会長賞、落合恭一賞、中央委員会賞を受賞した。また、クイズ研究部が存在し、都立高校では上位の実績を誇っている。2017年では陸上競技部と文芸部が関東大会出場を果たした。またミュージッククリアとクラブが都大会決勝進出した。科学系部活も盛んで、現在は、 物理、科学、生物、地学の4分野が揃っている。天文気象部では1946年頃から太陽観測や気象観測が続けられており、そのデータを用いて研究発表を行っているほか、科学部、生物部でも研究発表を行っている。ありがとうございます。